だるまさんたちのチーム名ラブ&ピースになってる。あれ争い事は良くないね。うん、確かに。デストロイにしときますわ、僕のチーム。おもろすぎるでしょ。チーム名だるま落としにしようって頭いいですね。ああ、なるほどね。だるまさん来るならやるよらしいよ。ああ、来るなら。多分2人は他の2人は乗り気じゃないと思うんですけどね。今さんと中さん、うん、もうちょっとだるま落としいきますか。チーム名だるま落としにするか、うん、オッケーオッケー。みんな乗り気っぽいよ、向こうのチームは、ね、あ、マジっすか。うん、すみませんでしたってチーム名だるま落とししたらすみませんでしたってなってる。いや、バンドピースの次がデストロイなのめっちゃいいな。これ油断させに来てません？油断させに来てる、うん、いや僕そうだと思うんですよね。彼ら深いんで、うん、あ、フレンドあ、そうですね、フレンドリーでいきましょう。あ、フレンドリーになった相手もフレンドリーになったからデストロイにしよう。マサノリさん、オッケーオッケー、フレンドリーフレンドリーデストロイ、友達破壊、友達仲良く破壊、はい、こばすぞ。フレンドリーラブになって相手いいな、なんか横のチームっていいっすね、おもろいっすね。黙りそうほんまかって言ってる。チャット、チャットじゃねえや。ちゃんと打っといたす。仲良し。ニコニコ。仲良し。ニコニコ。ほんまか？てんてんてんはてなってチーム名おもろすぎでしょ。疑心暗鬼。ここで会話してんの受ける。チャット戦でも仲良くできる方法見つけたかもしれない。見つけちゃった。ラブ&ピース戻った。いや、戻った。これで仲良くなれるっすよね。なれるよね、ハム太郎。明日は仲良くできるよね、ハム太郎。無理なのだ。ヘケ。ハム太郎が無理って言ってるのだ。ハム太郎。ヘケ、ヘケヘケする。ハム無理なのだ。ヘケ。そんなこと言わないで、ハム太郎。ハム太郎世代じゃねえからわかんねえんだよな。ハム太郎世代じゃないとかあるんだ。今回一発も打たないでおきますわ。あえて、ね、うん、逆に、うん、あー、ここ一人で、あ、一人試練いってる。あの、フック中二人だけ。オッケー、おい、ちゃんと着地するところは未来だね。初動で試練一人入って、一人リーコの家。オッケー、あらーい、あざっす。私とニュートが使ってあげるよ。ニューとチャーラコネある。マジ最高。いいじゃん。え、それ、打たなあかんやつ。あれ揃っちゃった。話違うよ。揃っちゃった。あれ。揃ったらしょうがないな。揃っちゃったから。揃っちゃったらしょうがないな。ふわっと着地。仲いいね。仲良しだね。うん、本番までは。調査行きますか。なんかちょっとマジのアンチガイムーブ一回してみましょう。あ、取っちゃった。土足さん、はい、上飛んできて。だって僕3本持ってますよ。オッケー、うん、私4。オッケー、佐々木さん飛ぼう。うん、調査行きましょう。調査、そう、16分ちょっと近いかも。どっち側すか。右3本ぐらい。え、気のせいだよ。あ、いる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 、全然おったわ。なくね、いっぱい2人アーマー削ってる。だるまさんときなこさんのアーマー削ってる。こっちまで来て、うん、ちょっと左側の奥ぐらいまで。一回巻く、うん、48、71、分断させるウルトハク前詰めてくるかも。え、
リは合ってる。エマさんはこれきなこさん詰めましょう。オッケー。ああこれポータルそのまま行くよ。オッケー。ちょっと遅いよ私。アンチガイでもいいよ、アンチガイでもいいよ。行き過ぎちゃダメ、行き過ぎちゃダメ、行き過ぎちゃダメ。ドームで待ってる、ドームで待ってる。マサノリさんとこまで行く。エマさんも合ってる、エマさんも合ってる。このままマックスが走ってしてる。肉膜行く。これ前で殺されると思う。オッケーオッケー。きなこさんの角だけ取ろうか。オッケーオッケー。でこれ右側から回るよ。ちゃんと回復巻いてね。あ俺死ぬかもこれ。ワンダウンするかも。大丈夫。ギリギリセーフ。信じろ。でこれ下降りたとこにだるまさんたち今降りてたから俺ファイトなるかも。ここにおるわ。まだまだ大丈夫。ウルトないからね。うん大丈夫大丈夫。はいよ。肉巻いてる今。これ一個上乗るよリフトで。オッケーオッケー。いけるよ。この奥側まで来てほしい。うん。左側にさっき銃声したから左側から車線取るかもしれんけどまあ。うん。多分大丈夫ここで。どこ行く？左側から回る。とりあえず一番ここ狙いたいけど。ここの。ここファイトしてる今。オッケー。ここ乗ろうかここ。ここ入れそうかも。うん。前映ったね今。後ろまだ一応注意してね。オッケーオッケー。あるかもしらんから。多分だるまさんパーティーゆっくり来てると思う。前のバスねいるの。うん。これあの戦闘してる時にやばいってなって下降りたら、うん、もうここら辺のアンチぐらいから死ぬからね。気をつけて。うん。ゴーゴー。なんかマサノさんにかかりそう。大丈夫大丈夫。カラーの中ようらんね。いやー行きたいけどこれこことかかな。この下側この1階とか入ろうか。2階もうすぐ室内入るよ。すぐ室内ここナイス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 。ここおるからね。横おるからねこれボドカさんチームね。上も絶対いる。これやり合わんでいいからね。やり合わんでいい。なんかあのやり合うと損しかしない。階段来たら大丈夫。やり合うなら上かな。上今ドーム使ってるわ。これ、行こうか。見えない、敵が。うん。一部だった、一部だった。え？マクで、一本マク。オッケーオッケーオッケー。ちょっと気をつけて、これウッドハクは怖いから。オッケー。前右からも取れてる。うん。こっちの左遷出したらあかん。左側から出てくる敵だけ撃てばいい。これ1個下がろう。階段で戦おう。階段階段まで取ってる。うん立ってますね。あたすだけ別の方の階段入ってる。一緒の階段の方がいいと思う。うん、うん、ちょっと回るわ。これやってくれるか。いや絶対やり合うからこれ終わったら行くよ。撃ってドーム隊でドーム。ズブ44。オッケー。まさまるさんの方行くよ。これやってほしい。やべ、刺さった、私。殿だけ、今生きてんの。あー、無理。ここ丸丸ワンパ。いやー、どんまい。惜しい。マスティック、沼マスティックだった、今。しゃあない、しゃあない。覗いた瞬間、横からアクスタ刺さっちゃった。ごめん。ビッグモード、わかんねえ。なんか構造全然わからん。ビッグモードほぼほぼ大会の時も多分1回開くと思います。1回マジで守れないんですよ。なので最初に取る人たちって多分1回絶対取らない。上取っちゃうんで、なんて言えばいいのかな、材料があるとこって言えばいいんですかね、のそこを取るんで基本的に1回取らないので。イグイからまあそうなんですよ。多分誰もおらんやろなと思って。だるまさんたちのアーカイブ見るの楽しみやな。確かに戻りました。はい、マジモンのフレンドリーファイヤーすからね。ね可愛くなっとる向こうも。